ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん。ポンちゃん。分かってるのに振り向かないのね。耳だけはこっちを向いてましたよ。ポンポンちゃん。耳も知らん顔決めました。ああ。あんちゃん。あ、開いた途端に。ジャン君がこっち来た途端に。ジャン君。ポンちゃんはジャン君の方がいいんですって。はい。ほい、ジャン君。ポロポロしてくれてるな、ジャン、ポンちゃん。ありがとう。はい、石溶けろ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 。ポンちゃん。ポンちゃん、背中熱々なり。ふふ。いいね、ブラシしてもらって。今ブラシしてって。ね。ね、ブラシしてほしかったのね。そうだね。ジャン君はいい子ね。リカーさん。リカヒカ。リカヒカよ。ジャン君はいい子よ。あっち行く？だよ。うん。お風呂。よいしょ。よいしょ。ジャン君。すがかけないね。え、さっきかけてたよ。出てないんだ、やっぱり。さっきちょっと前に出てたからもう出ないかもね。うん、ちょっと今連続で行ったからね。その前にもなんか。さあ。なかなか大変だな。よいしょ。ジャン君。どうやったら治るかね。ジャン君。うんちのようです。頑張れ。頑張れ、ジャン君。ジャン君、うんちしています。すごい真剣な顔でうんちをしています。うん、頑張れ。うんち頑張れ。
出た？うんち出た？びっくり。びっくりしたね。びっくりしたね。ジャン君はピンポンが嫌いです。あ、うち隠れたよ。偉かったね、ジャン君、うち隠して。ピンポン怖かった？いいタイミングで鳴ったね。ねえ。トイレが渋滞しています。ジャン君が入ってた、ジャン君の、ポンちゃんが入ってるところにジャン君さっきね、うん、2人で入ってた。2人で1つに入って、狭いから、待って開けてくださいって。そして、ジャン君はまた2度目行ってますね。なかなか治らないね。でもずーっと入ってなかったよ。寝てたもんね。今日は黒犬おじさんも、でも今11時半ですがずっと寝てました。でもね、なんか分からんけど眠いっす。ジャン君寝てもいたけど甘えてもいたから、うん、ずっと入ってなかったよ。そうですか、ね、まあその後寝てるっぽかったけど2人とも、ね、よくなってるんでしょうか。なぜなぜされてたのね。ちょっとはいいんでしょうか。少しは空いてると思います。はい、あ、ごめんなさい、撫でようかと思ったんですけど、うん、よしよし、いい子だね。はいはい、溶けろ溶けろ。